おはようございます。おはようございます。ゆうすけくん、今日は今日はあのみんな友達と川遊びをしようということで、はい、友達いっぱい呼んでます。あ、そうなんですか。その中にね、あの力也くんっていう子がおって、はい、バイテッドっていう YouTube チャンネルやってるんですけども、その子、彼です。ご紹介します。おはようございます。おはようございます。遅刻してきました、ちなみに。5分だ。5分だ。5分だ。今日は起きたら集合15分前。僕の電話で起きましたんで。はい、ありがとうございます。太ったな、でも。太った。太ったし、はい。いろいろ。今日は楽しんでいきましょう。楽しめる？楽しめます。ほんまに？大丈夫です。構成した？構成してる。大丈夫。ほんまに？大丈夫。ちょっと危機感持って接します、今日は。お願いします。はい、お願いします。お願いします。1本目ということで。1本目ということで。何本目まで？いや、わかんないです。現在まで頑張ります。お願いします。あ、待ってや。じゃあもう一回乾杯ですか。もう一回。はい。はい。一気とかやめような。一気はやめましょう。一気はやめましょう。はい。いけへん、大丈夫。構成してるから、構成してるから大丈夫。絶対今日一日ずっと検証したんだ。昔を思い出す時が来るかもしれない。結果、ハングレー言われて。結果、もう終わった話なんで。それでこの動画を出せなくなるんですけど。僕のチャンネルで勝手に出しますんで。あ、わかりました。逆に、大丈夫です。構成してますので、はい。はい、健全になります。はい。はい、撮ってます。ホイール塗ってくれるみたいなんで、日焼け。あ、それなんか格闘技のワセリン塗ってるんでしょ。顔からまさかの。もっと下の方まで行ってもらう。そこ入念に。あ、ここ痛い。こっち側あばらですね。めちゃくちゃ痛いです。最後これやろ。最後これやろ。カーン。今度カーンや。昨日の僕や。めっちゃ目痛いねんけど。滑った。塗りすぎちゃいますこれ。でけたくなってません？まあ俺も顔塗ってないです。汗だくみたいですね。汗だくではないんですよ、全然。チョコボール向かいにみたいな。おい、誰がや。誰がや。話しろ。どう？全然ダメ。どうした？どうした？撮ってましたよ。はい、どこでも撮ってるんで。ドリラブラブや、俺ら。全国ネットほぼバレるって。いいぞ、はい。優しい。あ、熱いな。アイスあった。アイスたっぷり。昔を思い出す時が来るかもしれない。結果今日、サンドウィンの肉焼けてないですかね。まだやろな。どうですかね。そんなが何入ってる。フランクフルトもう焼けてると思う。これもいけんな。もういける。これいける。これなんかフランクフルト食べると、はい、お前フランクフルト好きやな。でも肉もう焼けてると思う。そうやろ。まだやろ。ほんまい。自分焼けてると思う。絶対まだや。まだ赤いや。まだかい。絶対まだや。ササエはいけるかも。ササエいけるやな、これは。ササエはいける。これいけるで。誰かササエいけるぞ。誰かササエ。ササエ。サザエ5人やな、めっちゃ。サザエください。サザエある？サザエ4パックあるから。あと4パックあるから、2個ぐらい余ってるから。よっしゃ、サザエいっぱい回ろう。ユースケ君はサザエ食べへん。俺も食べへん。サザエはいいかな。こっちで行く。あと肉だけやねん。上から歩く方が肉だけ。まあまあ汗。もう肉ぼちぼち行くスタイルだな。早いって言うから。早い。コーラと全然早いよ。ほんま？まだ秋。まだ赤いまだ赤いだろ。まだ赤い。一回なくなってから。ウィンナーはええかも。ウィンナーもうないやろ。ウィンナーもない。あるわ。ウィンナーええとこ買おう。待って、お前さっきから何でもそんな偉そうな。え、俺が。え、酒飲んでるからいいんじゃない。え、何、どういうこと、どういうこと。ブレイコーじゃない。ブレイコーな。酒はブレイコーやって聞いたけど。それ俺がよく言うやつだけど。ユースケ君、この間言うとったから。あ、ほんま。あ、ブレイコーでこうかな。ほんま、ええか、そう。逆が飲んでる時はブレイコーで行こう。やばない。今日どうしたの。え、でも結構飲んでたっす。俺もでも4本ぐらい。6本目、7本目見えてないけど飲んでる。え、でも普通におかしいな。いやいや、ブレイコーでしょ。まあブレイコーっすよね。
そうか、そうか。俺は楽しく行くのが一番いいと思うから。いや、そうやな、楽しくしよう。もう肉行けるかな。まだやって。もらおう。まだやって。全然行けると思うけど。食べてみるやじゃあ、お前。いや、ゆうすけも食べてみてやん。いやいや、待って。もう行ってやばない。え、どうした、酔うてんの。酔うてないけどな。え、酔うてるやろ。全然酔うてないけどな、今日。とりあえず、一気飲みしてみたいじゃん。とりあえず、一気飲みしてみる。しかし、お前やつ。自分のところの社長やろ。今日はブレイコーで行こう思ってるから。すごいな、ブレイコーってことで。俺もこれから人、先輩なんで。毎回使ったよな。毎回使ったら使えると思う。なんでそんな。お前休んどけよ。ほんまに。やばない。いきなりなんか笑ってん。いやいや、もう酒が入ったらしゃあないですよ。もうしゃあないけど、それはまあ俺も言ったのにこと言われへんけど。そうやって言うけど、ユースケ大前やったら彼と飛ぶよな。お前な、あばら俺でもいけるぞ、お前。俺も勝てると思うで。お前やってみろじゃん。やってみろか。全然やったんだよ、お前。やったら勝てるぞ。全然勝てるんだよ。そんなんな、今日はなしやんな。喧嘩とかなしって言ったら。喧嘩はなし。まあ、構成してるからね。構成してるから。でも、今のはちょっと腹立つな。構成してるやつ。構成してるやつだな。食べるのも OK やんね。ちょっとこいつほんま一回カメラ止めてくれへん。一回ほんましまいていい。マジしまいていい。え、マジしまいていい。いや、まあまあ、ほんま何歳やったっけ今。今28やね。見てきた、見てきた。ちょっとやばい。8個ぐらい下ってあるじゃん、俺より。7個ぐらい下。7個と8個。そんなの全然普通にしたらよくない。偉そうに全然よくない。ブレイコーで生きるからと。いやいや、ブレイコーにも程があるだろ。飲んでるからな、俺も。分かってるけど、それは。俺も今日楽しくしたいから、結構我慢してるけど。俺ももう構成してるから、これは肌嫌です。どういう意味？大丈夫。どういう意味？今なんどういう意味なの？なんなん？今やから言えるみたいな感じ？ちょっと、俺も初対面かな、分からへん。え、ちょっと一回ほんまちょっと話して。いや、別に話しなかった。焼けてからやな。焼けて、もう焼けて言うとったんや、今日。さっき自分で言うとったんや、肉焼けてるよ。もういけるかな。もういけるやん。もういけるかな。もう肉いけるやん、おっとったやん。どうすか。ちょっともう一回やるんだ。ちょっともう来いよ。やめとけよ。ミッキー、お前負けるで。やめとけ。大丈夫です。ミッキー、何言ってるの。飲んでるから、そう。まあ、俺も飲むかもんだろ。飲んだらええねん。俺そんなんお前言われる気じゃないんやけど、そんな偉そうに。ブレイコやからな、今日は。ブレイコなん分かってるけどな。もう構成してるし。おい、飲むや、今日は。ちょ、もうほんま、え、なんてマジで。さっててあ、なに。ちょっと僕から提案一個あるんですけど。はい。あいつずっと構成した、構成したって今日言うてるじゃないですか。あ、今日ずっと聞いてます、ね、僕も。で、さっきもちょっと入ってきて。はい。で、それほんまかどうか僕ちょっと試してみたいですよね。いや、やめといた方がいいと思うんですよ、ほんまに。いやでしょ。あの、いや、いや、あんだけだからこう言ってて、これでもしも何かあったら今後のチャンネル無理じゃないですか。あの、後輩のミキイサ君がいるので、年、はい、何個ぐらい。僕28なんで。あ、じゃあ結構もう6個か8個ぐらい。そうですね。だからちょっとユウスケにちょっとずつ偉そうにタメ口に変えながら、はい、絡んでください。わかりました。なんかお前かやけやぐらいの感じって、それでもあいつが切れへんのか一回見たいでしょ。行き来てください。はい、じゃあそれでは早速行きましょうか。構成ドッキリです。構成ドッキリ。構成してますか。あれ、構成してちゃいます。めっちゃ我慢したね今。お前やったな、お前。俺めっちゃ我慢したね今。ありがとうございます。昔なら多分5秒で殴って5秒で行かれてます。いや絶対縛いてるってマジで。瞬殺で行かれてます。いや俺今日楽しくしたいと思ったからさ。いまだに目が笑ってる。いやいや、もう笑われへんやろ今のは。まあということで一応検証は、はい、多分構成してる。いや絶対構成します。絶対してる。絶対してる。喧嘩はしない。絶対してます。しない。しないです。ほんまに。はい。
全然しない。第2弾いったろうか。第2弾いや、もうやめて。今日はもうほんまにやめて。俺ももう先入ってるから。最後の締めはチャンネル登録みたいな。皆さん、初ドッキリかな。初です。初ドッキリ、はい、見事に食らいました。いただきます。ありがとうございます。ゆずきということはこれからはもうドッキリ大歓迎ということで。そうっすね、あの喧嘩系はちょっと嫌やけどね、はい、正直。まあでもまあ今日はブレイコで一緒に飲もうや。まだ言うてんのか。まだ言うてんのか。すいません、ありがとうございます。皆さんチャンネル登録お願いします。めっちゃ緊張。お願いします。